ギガスクール構想で生徒一人一人にタブレットが配布され、それに伴い先生方にも新たなパソコンスキルが必要になりました。オンライン授業、プログラミング教育、そして動画の編集や配信。ただこれらの作業を既存のパソコンでやろうとすると、動きが遅かったり、特にネット回線ですよね、これが遅くなってしまって作業にならないということが多々あります。で、今回紹介する ASUS のエキスパートブック B9 ですけど、最新のインテル12世代の CPU を搭載して、高速無線 LAN 通信、オンライン授業、プログラミング教育、動画編集を同時に行ってもサクサク動きます。早速見ていきましょう。で、今このパソコンの画面をこの自分の背景に映しますね。はい、画面を切り替えてみました。それでは早速オンライン授業の配信ね、これをやってみたいと思います。で、今回使うソフトは、オンラインの配信ツールであるこの OBS というソフトを使います。これ何ができるかというと、自分のデスクトップのこの画面にですね、この自分を合成できると。はい。どういうことかというと、このウェブカムをね、こんな風に重ねてあげます。画像。そしてこの緑の背景ね、これをちょっと抜いてみたいと思います。はい。ウェブカムのフィルターですね。はい、ここでクロマキーをクリックしてあげると、はい、なんとほら、これ簡単にこう抜けました。で、しかもこれ処理が軽いんですよ。で、さらにこれで Teams で会議を始めてみましょう。ここでは仮想カメラということで、そして Teams を立ち上げます。では会議を開始して、で、今すぐ参加と、はい、ちょっと画面がね重なってしまうんですけど、とりあえずこれで配信してるということです。で、この画像を合成して、クロマキー合成をして、これ配信をすると結構パソコンに負荷かかるんですけど、この状態でこのタスクマネージャー、パソコンのこの処理の状況ですね、見てみましょう。ほら、見てください。まずは全然余裕があります。 CPU も今 33% しか使っていないと。それから GPU もまだ 40% しか使ってないということです。では、さらにですね、このオンライン授業で、プログラミング教育で、人気なマイクロソフトの教育はマイクロソフト。これ結構重いソフトなんですよ。これを動かしてみたいと思います。はい、マインクラフトを起動してみました。で、マイクラのプログラミングの中でも重い処理をちょっとやってみたいと思います。はい、メイクコードを立ち上げて TNT をね発生させます。はい、実行してラン、はい、そうすると今大量のね TNT がこのように、お、なんかでかくなった、お、ここですね。はい、これでちょっと視点変えますね。はい、で、これを着火してみたいと思います。はい、着火で、この処理結構重いんですよ。じゃ、この時にこれちょっとどうなってるか、これ CPU の占有率で見てください。ほら、今 TNT を爆破して、さらにこれオンラインで配信をしていて、で、それでもほら全然この余裕があるんですよ。 CPU が半分ですね、性能の半分しか使っていないと。それから GPU は 55% しか使っていないと。で、しかもこれほら、これでオンラインでも配信できているということなんです。多少ね、これ遅延がありますけど、これちょっと動けばね、動けば、ほら、ちゃんとこれが処理ができるということです。これすごくないですか？今このマイクラでプログラミングをやって、さらにオンラインも配信してるんですよ。はい。じゃあ、この状態で、この作業をね、ちょっと録画してみたいと思います。じゃあ今自分が仮に、このマインクラフトを使って、で、プログラミングの授業をやっていますね。じゃ、これを録画してみます。では、ここで、はい、今、録画開始ですね。はい、録画を開始します。はい、では、早速授業やってみます。では、はい、ここで、まず、マインクラフトで授業やりますね。プログラミングには、キーボードの C を押して、基本からですね、チャットコマンド、ジャンプを持ってきて、ここでは命令1としますか。1という命令。で、ここに基本コマンドの中から、この生き物ですね。このブロックを持ってきて、
はい、この生き物を出現させるを、はい、ここで繰り返して100回出現させるとしてみたいと思います。はい、で、これで実行。1。そうするとどうでしょう。そうすると、はい、ニワトリがね、こんな風にたくさん出てきました。お、すごい。お、なんか、お、すごいいっぱい出てきた。いっぱい出てきた。はい。こんな風にニワトリがたくさん出てくるプログラムを組んでみました。はい。で、これでも全然ね、CPU の負荷が低いんですよ。ほら、見てください。GPU は 48%、CPU もまだ半分、6割ですね。54% ぐらい。はい。これしか使用していません。では、さらにですね、ここに今録画した、これ動画を編集しますね。で、動画を編集するには、これ Windows には、このクリップチャンプというソフトがあります。はい、これで今の動画をちょっと編集してみたいと思います。はい、動画を作成をクリックします。はい、で、ここに先ほど録画したね、はい、先ほど録画したファイルを持ってきますね。これです。で、開くとしてあげると、はい、今、はい、録画した、はい、ファイルが出てきました。で、ここに、はい、メディアを持ってきてあげて、ちょっと再生してみましょう。そうすると、はい、では早速次やってみます。で、あとはちょっとテキスト入れてみますか。とりあえずこれ入れてみましょう。で、これをプラス入れてみます。タイムラインに追加。で、ここに入りました。で、これで実行すると、はい、ちょっとやってみますね。そうすると、はい、はい、タイプライターというふうに言葉が入って、これでできました。はい。で、これで動画編集できます。今ね、どれぐらい負荷がかかってるかっていうと、はい、それでもまだ6割ですね。66%。CPU は DPU も 66% ということで、まだ3分の2の性能しか使ってません。これ本当すごくないですか？今見てください。これマインクラフトが動いて、しかもこれ Teams で会議中ですよ。会議中。そして OBS で配信していて、動画を編集していても、なんと、はい、性能の3分の2しか使ってないということです。はい。この CPU はね、12世代のインテル Core i7 の 1255U と、モバイル用に開発された省電力の、まあ、CPU なんですけど、これでも十分な性能だと思います。はい、いかがでしたでしょうか。インテルの第12世代のモバイル用の CPU を積んだ高性能の ASUS のエキスパートブック B9。オンライン授業、プログラミング教育、それから動画編集。まあ、これらを、まあ、サクサクとやりたい先生方におすすめです。それではまた。じゃあの。